2022年1月の皇室です。高校生ですね。こちらではちょっと今回もぎゅうぎゅうなので、はい、気をつけながら行きましょう。でもね、 0.7 使ってます。大丈夫です。ちょっと太めでも細い部分をしっかり作っていけば入りますのでね。はい、ではこちら中心をよく見て、はじめ上ちょっとだけ開けますよ。心、この心という字はね、高さはない字ですけど、幅をしっかりとグッとしといて、この跳ね上がる感じはこうあんまりこう内側入り込んでこないように、ここにしっかりたっぷり開けてくださいね、空間をね。でドーンと、ここの点の打ち方ちょっとポイントね、あんまり縦にこうぶった切るような感じで書かないこと、こうトントンって上からこうやってしまうとここが狭くなっちゃうね、のと、これちょっと上がり調子な感じ出していきたいので、こうね上に上がっていいみたいな感じでしょ、かなり寝かせたようないいのような状態だけど、これ気をつけましょう。そして少しここの部分も上がってるような感じね、ちょっとなんだろうな、下がってるとほら沈んだような感じがするけど、ここ上がってる方がね元気よくね見えますよね。心すべき、これ見るとすとべが一緒に書かれてるなって、またこのべのところのこの感じ、柔らかい感じがありますよね。ちょっとこのあたりをね、あの見てください。すはここからこう、ここからこちらに来て、ふわキューッと力が入っていきます、ね、これ今書いてるとこ見ていただいて分かったと思うんだけど、この部分って別にこうしてぐるーんってやってこっちにこうやって持ってきてるわけではないですよね。これ一回ちゃんとスーッと払って力抜けた状態からの目に入ってるよっていうところです。だからこうなんかつながって見えるからっていつでもこうペン先がギューってついてるかって言ったら全然そんなことはないので、そういうところもよく見てあげるといいかなと思います。細いラインが見えたらそれは離れてるっていうことですね。これは毛筆でもよくあることです。なんかつなげて書かなきゃいけないっていうのは、あの全部が全部そうじゃないので、離して書いてるんだよっていうところね、見てあのそこが判断できるようになるといいかなと思います。はい、で木はここから下結構たっぷりと、そして横からもらってスッと、はい、この子から上に行きます。新年、ここね、ここちょっと下が辛くなりやすいとこなので、あんまり新年大きくなりすぎない方がいいね。手本大きくなってるような感じがするんだけど、この辺は1、2ってまずここをこう2つの組み合わせで3ってしたら、この子とここをちょっと気持ちくっつけてあげるような感じにするといいかな。でストーンキュッて横に貼ってください、これね。でこちらからここにも心が来ましたね。先ほどと同じですからね。持って なんかちょっと影ができちゃうな、大丈夫かな。の着実、1、2、3立てて4、5からの6、かなり右にこういうふうに逃げてる感じがしますけど、出ちゃいそうだなと思っても焦らなくて大丈夫です。重ね、なですね。1、2、3、4、7、
ここね一気に書いてますよ。でこちら側トントン、左右をぐーっと下げてきてバランスを取ります。次重ねる1、2、ね、次のところ縦行ってこの部分とかのチグハグした感じね、こう切っといて左にしっかり出てトン、こっち出ないでこっち出る、うん、さあね、である結果はその結果これで、ね、糸編こう来てこうです、こんな感じです。トントン、ここの長さがしっかりと出てると、ああ糸編だなって思えるので、この子がしっかりしてあげればいいかな。ここの長さね、キュッてまず一画目結果そう、ここまで一緒、そのキュッてきてスッと上がってあと2、1、2、3、うん、このずっとこれちょっとね右の方を長めにしとくとやりやすいです。はい、高校生ですね。はい、今月も頑張ってください。失礼します。